ペンギンズ・フロム・マダガスカル・ザ・ムービーは2014年11月26日にアメリカで公開されたドリームワークスアニメーション制作の 3D アニメーション映画。日本では2015年11月14日にユナイテッドシネマとシネプレックスにて独占上映され、同日には上映劇場及びローソン HMV にてブルーレイ DVD が先行発売された。なお、 ブルーレイ DVD の通常販売やレンタル開始は2016年1月8日。劇場公開前には JAL の国際線にて日本語吹き替え版が機内上映されていた。なお、米国でのオープニング興行収入はに544万744ドル。また、ドリームワークスアニメーションで携わってきたパシフィックデータイメージ図が関わる作品としては、本作は 最後でもある。とある金庫に忍び込んだペンギンズ。ところが、ペンギンに恨みを持つタコのデーブに捕まる。なんとか逃げ出すことに成功するものの、今度は、ノースウィンドというスパイ軍団が現れ、ペンギンズ史上最大の作戦が始まる。 https コロンスラッシュスラッシュ www.jal.co.jp スラッシュ inflight スラッシュインターンスラッシュエンターテインメントスラ,<ッ>スラッシュプレムビー 1508HTML マジックさんハンガーゲーム新作が V22 はペンギンズオブマダガスカル全米ボックスオフィスコシネマトゥデーありがとうございます